ご来場の皆様こんにちは。本日はボートレース下関にお越しくださいまして誠にありがとうございます。さて本日から6日間にわたりまして行われます G3 オールレディースジュエルセブンカップなんですけれども、通常ですねオープニングセレモニーというとみんなお揃いの通勤着を着ての登場が皆様おなじみかと思うんですが、今日はですね上定着を皆さん着ての登場となります。普段なかなかあの雑誌などでしかご覧になれないねあの姿だと思いますので、どんな上定着を皆さん着ているのかそちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。申し遅れましたが本日の司会進行を務めさせていただきます大串理沙と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは G3 オールレディースジュエルセブンカップオープニングセレモニーを始めます。それではお待たせいたしました。 G3 オールレディースジュエルセブンカップ出場選手の登場です。まずは4987番群馬島倉美和子。4964番岡山土屋みなみ。おはようございます。いつも応援番幕ありがとうございます。気合を入れて走ります。応援よろしくお願いします。4963番広島実森美優。おはようございます。先輩方に負けないように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。4961番福井西橋奈美。おはようございます。今節も印象に残るようなレースして元気いっぱい走って帰ってきます。応援よろしくお願いいたします。4941番滋賀孫崎桃代。おはようございます。下関2回目です。一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。4940番東京白石亜美。おはようございます。名前覚えて帰ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。4938番佐賀大橋瑠璃香。無事故で精一杯頑張ります。よろしくお願いします。4937番山口山本智樹。おはようございます。下関大好きです。よろしくお願いします。4936番福岡戸敷明美。一着取れるように頑張ります。お願いします。4924番愛知中北亮。シックスパックカミングスーン。4901番愛知出口真子。シックスパックカミングスーン。4885番福岡大山千尋。おはようございます。1レース1号線逃げれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。4773番福岡中川里奈。おはようございます。久しぶりに来ました。前走れるように頑張ります。4673番東京伊藤希和子。おはようございます。頑張ります。4590番福岡渡辺由美。こんにちは。いそいそ全力で走ります。最終日までお願いします。4589番三重塩崎久香。こんにちは。最後まで一生懸命走ります。応援してください。4585番広島渡辺千春。こんにちは。全力で楽しんで帰ります。お待ちください。
4569番東京中澤ひろな。こんにちは、冷静に落ち着いて楽しんでレースします。応援よろしくお願いします。4548番三重しのぎ愛花。ございます、追加です。追加頑張ります。4501番岡山樋口ゆかり。こんにちは、最後まで一生懸命頑張ります。応援お願いします。4484番東京伊能夏樹。受け入れて走ります。応援お願いします。4447番福岡深川まなみ。こんにちは、最終日最終レースまで続いて走ります。よろしくお願いします。4400番福井加藤夏樹。おはようございます、頑張ります。4385番三重鈴木由美子。こんにちは、いそいそしっかり走ります。4372番大阪花田由美。こんにちは、横断幕ありがとうございます。一生懸命走ります、応援してください。4289番大阪落合直子。こんにちは、下関のナイター初めて来ました。いいイメージで帰れるように一生懸命走ります、応援お願いします。4286番東京平田さやか。こんにちは、ナイターで下関初めてです。前節ボロボロだったので今節からまた気持ちを入れ替えて頑張りたいと思います。応援お願いします。4224番福岡大橋恵梨香。こんにちは、その気にいっぱい絡めるように一生懸命走ります。4098番岡山赤澤文香。こんにちは、一生懸命走ります、応援お願いします。4017番山口向井美鈴。こんにちは、4年ぶりに下関来ました。存在感アピールできるように頑張ります、応援お願いします。3871番長崎池田志乃。こんにちは、頑張ります。3778番埼玉足立美穂。こんにちは、精一杯走ります、応援よろしくお願いします。3693番東京茅場優子。こんにちは、レンに絡めるように一生懸命走ります、応援よろしくお願いします。3357番岡山福島陽子。こんにちは、下関久しぶりに来ました。最後まで一生懸命走ります、応援よろしくお願いします。3302番愛知谷川理恵。こんにちは、前々節も走ってます、たくさん買ってください。3128番福岡鳥居千恵。こんにちは、高配当提供できるように頑張ります。3117番東京長田光子。こんにちは、下関は基本好きです。さてここからは本日の第12レース、 G3 ジュエルセブンカップドリーム戦に出場する6選手が登場いたします。まずは6号艇4823番香川中村桃香。おはようございます。ピョンチャンパラリンピックでは村岡桃香選手が金メダル取ったので、水の上では中村桃香が金メダル取れるように頑張ります。5号艇4482番岡山森谷美穂。こんにちは、琵琶湖での出待ち、今節の入り待ち、たくさんの励ましの言葉ありがとうございました。最後まで諦めずに走ります、見ててください。4号艇4123番愛知細川優子。こんにちは、伊勢磯頑張ります。3号艇4117番東京弘中千佐恵。こんにちは、花粉には乾杯ですがレース頑張ります。2号艇4443番山口津田博恵。おはようございます、下関へ入れて頑張ります。1号艇4399番群馬松本昭恵。こんにちは、ご来場ありがとうございます、下関大好きです、最後まで一生懸命頑張ります、応援よろしくお願いします。以上 G3 オールレディースジュエルセブンカップに出場いたします、43名の選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。それではここで出場いたします43選手を代表いたしまして、山本智樹選手よりファンの皆様へご挨拶を頂戴します。山本選手よろしくお願いします。
ファンの皆様、早くからのご来場誠にありがとうございます。本日より開催する G3 オールレディースジュエルセブンカップに参加する43名は、迫力のあるレースを提供できるよう精一杯走ります。ぜひ本場まで、足を運んでレースを盛り上げていってください。そして、ファンの皆様と一緒にボートレース下関を盛り上げていきたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。平成30年3月15日選手代表山本智樹。ありがとうございました。山本選手はそのままお待ちください。それでは出場選手の6日間の健闘を祈りまして、今節の選手班長向井美鈴選手と、ただいま選手代表挨拶をしていただきました山本智樹選手へ花束が贈られます。向井選手、前へお進みください。それでは花束の贈呈です。どうぞ皆様盛大な拍手をお送りください。向井選手、山本選手、ありがとうございました。元の位置へお戻りください。以上をもちましてオープニングセレモニーを終了させていただきます。本日から6日間熱戦を繰り広げます G3 オールレディースジュエルセブンカップ、出場いたします43選手に今一度盛大な拍手をお送りください。それでは選手退場です。